セクエストソーム -1 は、人では SQSTM1 遺伝子が高度するタンパク質である。指基地結合タンパク質 P62 とも呼ばれ、選択的オートファジーのために標的となる他のタンパク質と結合するオートファゴソームのカーゴタンパク質である。型4と結合して、これを分解の標的とすると、型マイナス4に関連する老化や、 細胞老化随伴分泌現象を阻害することができる。SQSTM1 遺伝子の機能の研究のためにモデル生物が用いられている。ハイスループットの突然変異誘発により病気の動物モデルを作り出し科学者に反復するプロジェクトである国際ノックアウトマウスコンソーシアムが SQSTM1TM1O2 と呼ばれるコンディショナルノックアウトマウスの系統を作り出している。 遺伝子欠損の効果を確認するために、規格化された表現型スクリーニングが、有志の動物に対して行われた。22の試験が、ホモ接合兵イマウスに対して行われ、そのうちの一つで重大な異常が観察された。メスは、赤血球分布幅の増加や平均、血小板溶石の増加等、全血球計算のパラメータが、異常値を示した。セクエストソームマイナス1は、 以下のタンパク質とタンパク質間相互作用する。